こんにちは。夏場は活性が低い浩二です。前回動画をアップしてから夏本番に向けての T シャツプリント注文が殺到して久々のアップになってしまいました。その間親に置いてきぼりにされた子猫を保護しちゃったりと動画のアップどころじゃなくて大忙し。あ、今映ってる画像ですね。忙しいと言いつつ子猫の成長記録も動画でアップしていくことに決めまして、そちらは30分から1時間で編集できる感じでこまめにアップしています。こっちのメインチャンネルの方は作業しつつ動画を撮って切り張りしたのに声をかぶせてと1本作るのに10時間前後かかっちゃうんですよ。というわけで前置きが長くなってしまいましたが機材編やっていこうと思います。シートプリント用でメインで使ってるのがシルエットカメオ3。新製品でクラフト系機能がアップしているカメオ4も発売されているのですが、シートプリントの用途では3で十分なので買い替えてません。セカ SV8 も持ってるのですが、カメオは SV8 と同じぐらいの価格で横幅12インチ、約30センチまでカットできるのが強み。別売りですが、カット用台紙を使うことで使うシートの幅を自在に調整できます。横幅12インチで長さがもっと欲しい時がたまにあるので 12×24 インチ台紙も持っています。 T シャツのプリントでしたら最大でも12インチ×20インチまでで大方お客様の要望にお応えできます。それ以上のサイズとなるとプレス機も大型ものが必要になります。このカット台紙ですが大きなメリットがありまして、作業で出たハギレをセットすることにより、ハギレからもデザインを切り抜くことができちゃいます。無駄がなくて助かってます。ステカも機械としては十分なのですが、カットできる大きさとハギレを効率よく使えるメリットを考えたら、シルエットカメオは非常にコスパのいい機械だと思います。他にもカッティングマシンは発売されてますが、残念ながら僕自身が多機種を使っていないので、カメオが一番とは言えません。機会があれば他の機種も使ってみたいとは思っています。ヒートプレス機ですが、僕の使ってるのはサターンワイドという多機能な自動開閉機です。ガーメントプリントのインク定着や下処理乾燥などに便利な機能が盛り込まれた機種ですので、正直シートプリントにはオーバースペックです。ユーロポートさんでの扱いですが、お値段なんと50万円オーバー。シートプリントがメインなら買う必要はありません。また当社のガーメントプリンターの印刷範囲に合わせて 50cm×40cm のワイドサイズのプレス面ですが、この大きさもいらないですね。この大きさだと S サイズより小さな T シャツがセットできません。プリントのオーダーもだいたい A3 サイズまででしょうし、最初から A3 サイズ以内でお願いしますで注文受ければ問題ないと思います。その辺を考慮してユーロポートさんのラインナップで見たら、このヘラクレス PH4634 くらいが機能サイズ的に A3 サイズまでのアイロンプリントにいいと思います。でもお値段約20万円。チームで定期的にユニフォーム作ろうって考えたとしてもコスパは悪いですね。副業でもある程度初期で機材代を回収できる注文見込みがないと厳しい金額です。僕が機材を導入した当時は最安のプレス機を探してもワイドサイズの手動開閉で15万円以上しました。業務用の特殊な機材なので大量生産品じゃないため、どうしても単価がアップしちゃうんですよね。ところが今調べたら手動でプレス面が38センチ四方になりますが、3万円から5万円ほどであるんですね。で、当時僕の探してた 40cm×50cm のワイドサイズ機種でも10万円程度でありました。5、6年でガーメントプリント機やカッティングマシンの進化と普及が目覚ましいので、需要も上がって安く作る業者も増えたんだと思います。ただしネットで安いの探したら中国直送の機材も多く、 PSE マーク取得してないような品も多いと思いますので、個人的にはおすすめできません。高温になる機材ですし、ちょっとした故障が火傷や火災につながると思ったら
海外製品でもちゃんとした日本代理店での販売をしている商品がいいと思います。プレスしてすぐに他の作業に移りたい方は、値段が高くとも上げ忘れのない自動開閉機がいいと思います。各種小物、プリントシートは用途によって各種選べばいいと思います。普通のカラーシートなら RMM シートがおすすめ、色によっては RMS のスタンダードシートを選ぶこともあります。50センチ幅ロール切り売りで買う場合、60センチまで切れるカッターマットと定規、差し金があれば便利です。カッターマットは100均の30センチタイプを2枚つなげてます。歯切れを保管しておく書類ケース、そして不要部分の剥離に使うピンセット、ピンセットは先っちょがケンケンで精度のいいものを選んだ方が絶対いいです。僕が愛用しているのはアイガーツールさんの EP7A、 力を入れても先端のしなりなどなく、1ミリない細かい部分もつまんで起こせます。熱で消えるフリクションマーカー、1目に使います。他にずれそうな部分だと1固定にマスキングテープを使ったりもします。他にカメオのカット台紙など小物だけなら1万円程度で揃います。カッティングマシン本体が3万円ほどですので、4万円ほどのプレス機を購入したとして8万円前後ですが、5万円以下のプレス機がどんな性能、例えばプレス面の温度ムラやサーモスタットの精度などが全くわからないため、おすすめはしません。プレス機に安心を求めるならユーロポートさんのヘラクレスがおすすめですが、 DIY 向きの金額ではありません。簡単ですが機材紹介編はこの辺で終わります。副業としてお考えの方も参考になれればと思います。